はい、皆さんこんにちは、ナッツでございます。ゴッドラッシュが来ております。一瞬今自分が 今から何をしようか忘れてましたけど、ゴッドラッシュ来てますんで、楓でやっていきたいと思います。このパーティーでいけるかな。いけそうだよね。いけるよね。これでいきます。はい、テンプレを崩さずにちょっと今回はこれで行ってみたいと思います。いまだに一度もこれで、あ、でもドラゴンラッシュは勝ったかな。これでヤマトラッシュがね、あれね、やらかしたんですよね。はい、楓のフレンドください、お願いします。危ねえんだよ、消えそうなんだよ。火属性いないんでいいんですけど、どう、木がないし、ここで変換使いたくないというか 2way 組めないんで、一旦受けましょう。受けましょう、カッコ減らす。お、いい感じの色が降ってきましたね。よし、で、いきます。ほい、さあ、ハートブロックからのガイアさんなんで、これでいけるはず。よいしょ、 OK でございます。次はアテナさんだから、アテナはカエデでいけそうですね。いきます。倒せないとは思うんだけど、色があるんで、とりあえずカエデでいきます。基本的に、おお、ちょっと待って待って、どうした、どうした、どうした。突然ね、撮影してるソフトの音がね、なくなったりしてビビるんですよね、これね。あー、出た、出た、この現象。音が高くなる現象ね。何、何、何、そんなに容量やばいの、今のパソコン。容量やばいとか言ってる場合じゃないんだけど。これさ、めちゃくちゃ怖いんですって。撮ってる最中に、なんかパソコンの容量とかいっぱいになると、不協和音になるんですよ。高くなったり低くなったりしても、すごい気持ち悪くなるんですよね。まあ、多分伝わらないと思うんですけど。そういう現象が起きます。次がディオスですよね。メイメイでいきます。しっぶしっぶ相変わらずだな。よし、倒せる気が死んでもないぞ。どうだ、まあ、どうせ次もカエデが使えそうな場面なんで。で、なんか言いかけたんですけど、木が4つあるときはカエデを使っていくってことですね。ドス。で、こういうときにカエデを使うってことです。あー、回復つながってると思ったのに。あ、でも、1万確保できたし、次も耐えれる気がするぞ。あ、びっくりした、びっくりした。攻撃してくるかと思った。盾を張るんですよね。1万あれば耐えれますよね、サタンもハエも。モリモリしてあったっけ、ここの答え。モリモリしてある気もするけど、耐えれると信じるしかない。ああ、回復してくれたら、もうちょっと安心感あったんですけど。はい、宝箱らしいね。アテナ落ちたっけ、落ちたっぽいかな。ふっ、あ、盛られてないですね。はい、いきまーす。光も消したいので、よし、サタンさんなら安心ですよね。もうしばらくの間攻撃してこないんで、ここで半分ぐらい削れない。悪魔の結果、メイメイが次来るか。あれ、なんか次来ねえな、誰も。いいや、じゃあちょっとスキルを使わずに今回は。崩すのはまずいね。で、ここでメイメイ使えばいいんか。いや、でも、色はあるし、ここで一発、消して、おい、ふぇ、振ってこいや。なんか街みたいなの作ると降ってこないんだよ、僕の端末。どうしてなんでしょうね。あのメイメイだけ使ってないのが不安だな。あいつが確信犯な気がする。あいつが何かやらかす気がする。
あの今一番左にヌメヌメですね。あいつが何かやらかす気がするんだけど大丈夫ですかね。まあ相手がゼウスなんでなんとかなるとは思いたいけど。ディメンションいきます。ほらほらな、ほら言った、ほらやった。15,355ブラックホール耐えれる保証はない気がする。15,000ぐらいだったからすごい際どいんだよな。16,000あったら消すんだけど、このままついにメイメイのね、これね、陣をね予想できるようになりましたね、僕も。おお、回復つなげてくれた。何ですか、楓さんがまた溜まりましたけど、これいけってことですかね。楓さん使って倒せない気がするんで、とりあえずここは安全策を取ります。ちょっと減らす、回復しながらちょっと減らして、次で信用あるメイメイと諸葛と楓使って倒します。あ、耐えれたかな。15,500なんかだったから耐えたかもな。まあいいや、いきます。おい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 、お何なんだ、俺が何をしたんだよマジで。行くしかないんですか。回復しきれる自信ないもんな、これ。回復しきれなくてもでも半分まで持ち込めないから、いいか、とりあえず半分まで持ち込むか。いや、半分まで行きます。とりあえずはじゃあ、あの諸葛さんをバインドしてもらうと困るから、バインドされると困るからもう使うわ。諸葛もなんか起きるよ、きっとなんか起きる。こんなクソな陣が展開されるってことは、きっとこちらにとって有益な何かも起きるはず。闇つながりまくり。ちょっと落ち込み期待させるのやめてや、その左の方々は。なんなんだよおじいちゃん、おじいちゃんそんな弱かったんか。今のでいけるんですね。じゃあ最初のでもいけたやん。むしろ陣使わんでもいけたやん。ということで、いやー、もうなんなんでしょうか。もうメイメイまたやってくれたなっていうサムネも使い回していいレベルでひどかったですね、今回は。ボス戦になると突然こいつらなんか反抗期になるんだよね。はい、ということで、まあきっと誰か笑ってくれたはずなんで、よしとします。まあ、勝てたからね、よしとしましょう。負けたらブチ切れますけど、まあ、勝ったんでよかったとします。ということで、次回はヘララッシュかデビルラッシュかわかりませんが、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。